使ってふんわりと動きのある巻き髪を作っていきたいと思います。外巻きは華やかでゴージャスな印象になり、内巻きは上品で女性らしい印象に仕上がります。今回は外巻き内巻きを交互に行うミックス巻きをご紹介いたします。ミックス巻きはカジュアルな場面でもオフィスでも対応できる万能なスタイルです。綺麗なワンカールを作るためにまずしていただきたいことがブラッシングです。こちらのヘッドスパブラシを使って上から下にブラッシングしていきます。これをすることでキューティクルが整いツヤが出やすくなります。今回は 32mm のカールアイロンを180度にして使用していきます。カールアイロンの温度調節ができる方でダメージが気になるという方は150度から160度、朝お時間があまりないという方は180度で手早く巻いていきましょう。それでは始めていきます。まず髪をざっくりと真ん中で分けます。前髪がある方は前髪以外の髪を分けてください。私のように長い髪がある方はその部分を分け取り、邪魔にならないよう避けておきます。この部分は最後に巻きたいと思います。右側から巻いていきます。耳の位置を境に前と後ろで左右にざっくり分け、後ろの部分は邪魔にならないようクリップで避けておきます。前の部分をさらに2段に分け、上の部分を避けておきます。この時一度に巻き込む髪の量を多めにすると緩やかなカールになり、少なくすると強めのカールに仕上がります。雨の日などカールが垂れやすくしっかりと巻きたいという時は、1段の中にこのように縦に分割し細かく巻いていきましょう。今回は緩いニュアンスウェーブに仕上げたいので多めに一度に巻き込みます。それでは巻いていきます。はじめは内巻きです。毛先を持ちカールアイロンの本体を髪の下に持っていき、ちょうど髪の長さの中間あたりを挟み、毛先の方にスライドさせながらお顔の方に向かって巻き込みます。 2,3 回転巻き込みます。内巻きができました。次に上の段を巻いていきます。内巻きにしましたので次は外巻きです。毛先を持ち今度はカールアイロンの本体を髪の上に持っていき、中間あたりを挟んでお顔とは逆の外側に向かって巻き込みます。この時も 2,3 回転させます。これで外巻きができました。前の部分が巻き終わりました。下の段が内巻き、上の段が外巻きです。次に後ろを巻いていきます。後ろは大きく3段に分けて巻いていきますので、1段目は耳の高さで分け取り、上の部分は避けておきます。まずは内巻きです。毛先を前に持ってきて本体を髪の下にして挟み、首の方に向かって巻き込みます。 2,3 回転巻き込みます。このように一度でカールがつかなかった場合は同じ部分をもう一度同じように巻きます。カールアイロンを使用する際のポイントですが、同じ箇所に長い時間出るより何とかに分けて素早く巻いた方が髪への負担が少なくなります。また毛量が多く一度で巻ききれない場合はいくつかに分けて同じ方向に巻き込んでください。これで1段目が巻き終わりました。上の部分をさらに2つに分け、外巻き、内巻きの順に巻いていきます。これで右側が巻き終わりました。巻き終えた状態のまま髪を冷ますことでカールが長持ちしますので、このままの状態で左側を巻き進めます。
左側が巻き終わりました。最後に避けていた前髪を巻きます。このように長さがある場合は前に引き出して1回転半から2回転ほど内巻きに巻きます。前髪が短い方は3回転ほど内巻きにしてふんわりとカールをつけます。これで全ての髪が巻き終わりました。最後に巻いた髪が冷めるまで1分ほど時間を置きます。冷める時にカールが固定されますので持続力がアップします。最後に手ぐしで軽くほぐします。ここでよりナチュラルに仕上げたい時はこちらのヘッドスパブラシで上から下に一周ブラッシングをしてください。それでは今からスタイリングしていきます。今回使用するのはこちらの日中用のトリートメントのプロテクト&リペアヘアクリームです。こちらはキューティクルの上から髪を保護して紫外線によるダメージや乾燥から守ってくれるとともに修復効果もございます。保湿効果も高いので艶やかでしっとりとした質感を一日中楽しんでいただけます。さらにスタイリング効果もございますのでカールのリッチをきれいにキープしながら程よい束感と動きが出ます。このヘアクリームをパール2粒くらい手に取ります。ムラなくつけるためにまずは手のひら全体にクリームを広げます。まずは毛先を揉み込むように下から上に持ち上げて揉み込みます。毛先は一番ダメージを受けている部分ですのでパサつきや広がりを抑えるためにも最初につけていきます。全体に行き渡りましたらそのまま中間から手ぐしでなじませていきます。この時もクシュクシュと揉み込むようにつけていきます。最後に紫外線からダメージを受けやすい髪の表面に撫でつけるようにクリームをつけていきます。前髪がある方は最後に手に残ったクリームを少量つけてください。前髪にたくさんつけてしまうとベタついて見えることがございますのでご注意ください。もう少しボリュームが欲しい方は毛先をばらすようにほぐしていきましょう。これでウェーブスタイルの完成です。寝癖がついてしまった時や髪がまとまらない時は少し巻くだけで女性らしい華やかな印象に仕上がります。簡単にスタイルを変えられるので、ぜひお試しください。